天竜二股駅は、静岡県浜松市天竜区二股町和像にある、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線の駅。天竜浜名湖鉄道の本社も設けられており、天竜浜名湖線の中心的な駅となっている。開業期に天竜側のイカダを引き入れるため、貯木場が建設された。そして引き込み線を設け木材の貨物輸送を行っていた。なお、 1930から1935年には、この駅からやや離れた、二股本町駅寄りの場所に、光明電気鉄道の二股口駅が置かれていた。現在もプラットホームの跡が残されている。また同駅より北寄りに離れた場所には、同駅を起点とする予定であった、佐久間線のトンネルが残されているが、入り口は封鎖されている。 二面三線のホームを有する地上駅であり、直営駅で開業当時からの河原吹木木造の駅舎がある。駅舎よりの一番線は上り列車専用、二番線は下り列車専用、三番線は主に下り列車が使用するが、上り方にも出発信号機があるため、上下両方向の列車が入線可能な配線となっている。以前は、 駅舎の東側に一面一線の貨物ホームが設置されていたが、1982年に使用停止となり撤去された。また校内には長い有効庁を持つ広い留置線があったが、国鉄時代の貨物輸送廃止や第三セクター移管等によって有給地となっていたため、車両の留置に必要な部分を残して住宅地として売却されている。駅構内で足小気味にトロッコ。 腕木式信号機やタブレットキャッチャーなどを展示している。本屋、上り上屋及びプラットフォーム、下り上屋及びプラットフォーム、敷地内の用水機室、高架貯水槽が国の登録有形文化財として登録されている。駅東側に天竜浜名古鉄道の車両基地を併設しており、夜間大白の基地としても使われている。 前車が両運転台のディーゼルカーとなった現在でも、蒸気機関車時代の線形庫と転車台がそのまま使われている。運転区建物、線形庫、転車台は1998年に国の登録有形文化財に登録されている。線形庫、転車台は近代化産業遺産にも認定されている。2009年8月より、見学記念貢献を購入すると、 線稽古や動いている、転車台を見学することが可能となっている。浜松市統計所によれば、二千六年度の乗車人員は一日平均百四十七人で、天竜浜名湖線の駅の中では十番目。近年の乗車人員は以下の通りである。機関車公園の c 五十八三百八十九天浜線の拠点駅であるが、天竜区の二股市街地の南東にあり、住宅、 商店が点在する程度である。二股市街地は隣の二股本町駅の方が近い。縁鉄バス天竜二股駅バス停等々海、二股駅に関するカテゴリありがとうございます。